別所駅は兵庫県三木市別所町東方田にあった三木鉄道三木線の駅である短式ホーム一面一線を有する地上駅線路はほぼ東西に走りホームは線路の南側に設けられていたホームに接して古い木造駅舎が残されており内部の旅客の立ち入ることができる部分には待合所があった かつては当駅にも駅員が配置されていたが、廃止直前には無人駅となっており、待合所の出発窓口は板で埋められていた。国鉄時代の末期は無人化後も出発口が残り、週に1日程度駅舎内で定期券の販売を行っていた。便所は改札外の西方高方にあり、男女共用の給取式であるが、個室は閉鎖された。個室には、 和式前穴弁器が設置されていた。三木市別所町東方田にある駅。駅の南を三木鉄道にほぼ並行する形で、県道20号が走っており、駅は県道から神社の脇の細い路地を入ったところに設けられている。東方田の集落は駅の南側に開けており、三木市立別所中学校、三木市立別所小学校、三木別所郵便局、 別所長春の墓がある崩壊寺などがある。東方田の集落には金物の工場がいくつかあるほか、駅の東100メートルほどのところにある三木金属工業センターには色々いろいろな金物の工場が集まっている。三木線の線路は東駅と次の高木駅との間で国道175号の高架をくぐっている。この道を北にそのまま進むと、 山陽自動車道の三木尾のインターチェンジに行くことができる。廃止後は東方田停留所が設置され、新規バスの以下の路線が経由している。ありがとうございます。